猛打の松商学園を引っ張る男、上田。四日市工業の左腕、井出元。井出元が上田率いる松商打線をどこまで抑えるのか注目されました。その井出元、立ち上がり1番三村を空振り三振。デッドボールのランナー盗塁失敗の後、3番辻も最後は高めの球空振り三振。井出元、140キロのストレートも冴え、好調な立ち上がりです。最初にチャンスをつかんだのは四日市工業、5回7番の武藤です。センター前に弾き返しノーアウト1塁。この武藤、2つの送りバントで3塁に進んだ後、バッターは1番に帰って川本。レフトへ、さあ切れなければ大きな当たり、完璧に入りました。四日市工業2点も先制。さらに2番中村のヒットで2アウト2塁。そして3番井出元、カーブ三遊間抜けた、セカンドランナー三塁キャンバスを蹴る、レフト花岡バックホーム、それたオミン3点目。松商学園と対戦するのが夢だったという四日市工業、3点を先制します。しかし井出元、7回突如乱れます。インコースボールだ、空の方に向かってペロッと下を1回出したマウンド上井出元。さあフォアボール3つでノーアウト満塁。そして迎えるバッターは1回戦でホームランを2本放っている1番三村。レフト下がって頭の上フェンスに当たる、三塁ランナーホームイン、セカンドランナーも三塁キャンバス蹴ってガッツポーズホームイン、2点を返しました松商学園。さらにこの後松商学園はシングルヒットで3対3の同点。試合はこのまま延長戦に入り、11回12回、さらに13回14回と松商学園上田、四日市工業井出元、両投手の投手戦が続きます。そして延長15回、四日市工業2アウト3塁のチャンス、迎えるバッターは井出元。井出元、自分の手で1点を叩き出したいところ、空振り三振。まだ決着がつきません。そして延長16回、松商学園の攻撃。あっとデルボールだ。井出元、200球を超えて力が入らないのでしょうか。続くバッターは7回2点タイムリーを放った三村。さあ浜が出てバッタースタート、三遊間破った、レフト前ヒット、ノーアウトランナー1塁2塁。同じ回井出元に対して上田君は2アウトサードから勝負を全力投球でね、挑んでくれてましたので、もうそのことは井出元もよく分かってたと思いますので、上田君との勝負を僕はそちらの方を選びました。このランナーがホームを踏めば松商学園さよならベスト8進出が決まります。ああデッドボール、さよならデッドボール。やっぱりそれが勝ちたかったですね。悔しいですね。僕をずっと負け、県予選で負けてたんですけど、男にしてくれて本当に今年の3年生には感謝しております。青年監督、尾崎監督と選手たちが一体となった四日市工業、松商学園と5部以上にわたり合った今日の試合、立派でした。